相手が肘締めに来た時に、より上を取ると。はい、上を取ったら、より上を取る。なるほど。これが最初の一つですね。あとは、相手の肘がここに落ちてしまって、返す。来たら、隙間に突っ込んで返す。はい。もしくはそのまま呼吸をやるといいです。ちなみに、前に引き落とす感じのやつはどうするんですか？前に引き落とす。呼吸投げる。呼吸投げというか、肘締めで、はい、なんて言うんですか？引く方ですか？落とすパターン。奥に来たり。はい、そうです。そういうふうに、なるほど。上で防ぐか、はい、ここの距離はあんま変わらないので、そこを。なるほど。このまま、前に。まあ、大体ここに突っ込むパターンはあるので、上段来ても、ここに入れると入れちゃえば、返せるって。基本的に、肘をこっち側に来させないこと。こう、か、そのこと。上段は上段だったんですよ。上段来られたら上段だったんですよ。ここに入れて持ち替えて、こうするしかないです。なかなかの力持ちになっちゃう。肘締めとか、2キロぐらいですかね、あと。なるほど。感じで崩せる感じです。肘締めですね。肘締めを、より上を取って肘締めに返す。肘をこっち側にさせないと。どうですかね、こっちまで来て、ただ、まあ、さすがに返せないですよね。できるだけこんな状態で、こう、なるほど。まあ、知ってる人の時は、こう、なんか、あ、僕やってる時会長でよく来なかったです。結局にじ伏せられます。最終的には力と思います。じゃあ最初やっていきます。刺すパターンは最初はもう思いきりずっと抜き手やるぐらいのやつ。はい、で、このまま、この手はどうするんですか？まあ、大体こう、ここまでやれば抜ける。あ、なるほど。このままと、そうです。これだけ。まあ、片手でも投げられる。もう一本これですか？今のって、これを、これを、こっちに。あ、なるほど、なるほど。こう、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 ちゃんと入る。そうです、そうです。なるほど。そうすると引き込めない。なるほど。乗る前に自分でやるんですか？なるほど。起きた瞬間にもうこっち行った方がいいってことですね。そうです。この時点でもうここに行く感覚を。そうですね。もらったってことですね、これは。なるほど。掴まれたらもう。クロスリスポンス。はい。なるほど。相手の脇が空洞なんです。なるほど。脇すぎる。曲げて入れちゃうとそのまま巻き取られちゃうし、はい、相手の方が力強く曲げてると、ああなるほど。ちゃうんで、まず最初にそっしっかり、うん、抜き手をすごいです。抜き手をズボンとやって、相手が腰を入れたこの勢いも利用して、ああなるほど。まずはしっかり。